はい、マーケオでございます。さあ、7月の7日の GT7 録画分なんですけど、昨日ですねまあ仕事から帰ってきてちょっとアップデートがあったんでアップデートしたんですよね。でまあちょっと暇だったんで、オンラインレースでもやろうかなと。デイリーレースですね。で鈴鹿のコースがあって、まあ、前プレゼントカーでカローラレビン、86ですね、86のレースですね、86だけのレースになってたんで、まあ、ちょうどプレゼントカーもらったんでこれで行こうかなという感じで鈴鹿のレースに参戦したんですよね。でまあお酒も入ってで、まあボケーっと走らそうと思いつつ、まあ一応録画だけはしとくかと、まあなんかの素材に使えるかなと思ってですね。でまあ、レギュレーションとかを確認してですね、あ問題ないなということで、いざエントリー始めましたと。でエントリーするとですね、まあ、マッチングまで時間があるんで、その鈴鹿の本番レースのコースを走るんですけども、まあ、15分後にマッチングするよということで今こちら、はい、カウントダウンしてますよね。でそのカウントダウンの間に、コースを走ってタイムを自分のベストタイムを出すと。で、そのベストタイムで、最初のスターティンググリッドが決まるという感じですね、はい。まあ15分ありますんでね、ちょっと少し練習してどんなコースかを思い出そうと。もう久しぶり鈴鹿のコースを走ったんでコースもよく覚えてなくて、しかも初めてプレゼントか AE86 ですね、もう有名ですよね。イニシャル D で、タクミ君が乗ってた86ですね、豆腐屋86で、まあちょっとこの車もどんな感じのスピードが出て、どういう感じに曲がるのかなとかをこう走って、肩慣らしをしてました。でですね、だいたい1分9秒ですね、まあ、そこら辺が平均的なマキオさんの走るタイムですね。だいたい1分9秒ぐらいで、この鈴鹿サーキットは走ってましたね、はい。で、まあ、だんだん慣れてきて、まだ時間もね15分あったんで結構走れたんですよ。1分、9秒なんで、まあね、なんやかんや8周7周とか、まあ、そこら辺まで、走れるので、まあ、少し、コースを記憶しようと思いながら、まあ、攻めつつですね、なるべくいいスターティンググリッドが欲しいんでね、まあ、大体いつもマキオさんは飛べから数えた方が早いんで、まあまあまあそこまで、必死に走ってるわけじゃなかったんですけど、10周目ですか、11周目ですね。これで1分8秒846が出てですね、ああ来たなと、ようやく8秒台が出たと。まあ11周走ってますからね、まあ、少しずつこのコースのコツじゃないですけど、自分なりにこう速く走るにはどうしたらいいのかなっていう特徴をつかみつつあって、ようやく8秒台が出たと。まあ11周で、まあ、ほとんど9秒台なんですけど、まあ、途中ミスしたりしたら10秒とか11秒とかも、出てますけどね、はい。そして、時間がですね、はい、こちら あと残り、10何秒でマッチング開始されますということで、画面が切り替わりますと。
で、マキオさん、まあ、ぼーっと走ってたんですよ。そして、ちょっと待てよと。あれ？もう、ここでパニクります。はい。まあ、ここからはちょっとマキオさんの運勢をどうぞ。やべえ。なんで予選タイムがなんか予選タイム1位になってる。嘘だろ。マジで。自信ねえな。うそ。6周マジで。なんでよ、なんでマキオさんが予選タイム1位。やべえ。うそだろ。頑張ろう。やばい。予選タイム、ちょっと待って、マジで1位で走ってるんですけど、マキオさん。いやー、マジか。ちょっとプレッシャーが半端ないんですけど。できない。怖え。うわ。一回でもミスったら終わりだな。話してんな。いけるか。あと3周頑張れ。負けを。
や、あ、手汗半端ねえ。手汗も半端ないよこれ。やばい。うまいこと走ったな。だいぶ離したんじゃない？ 8 秒、8秒台。うわー、これマジでやべえ。あと2周ちょマジで頑張れ。オンラインレース初の1位取れるかこれ。いや、まだまだ落ち着け。集中しろ、集中しろ。やばい、今のちょっと落としすぎた。逃げ切れ、逃げ切れ。ちょっと逃げ切れ。せっかくのポールポジション、ミスんなよ。やばい、落としすぎたろ今の。けど8秒台。いやー、離してるな。後ろミスってくれんかな。あとファイナルラップ、オッケーオッケー。ミスらずに走ればいけるぞこれ。いやー、よかったよかった。録画しといてよかった。マジで。これ一応にもうこれ1回しかないんじゃないか。このゲームで3位入賞はできたんだよね前ね。巡り合わせが良かったねこれ完全に。7やったー、よし、やったぜ。1着、マジかよ。やりました、マキオさんやりました。デイリーレースオンライン PVP、 まあレベルが低いでしょうけどね今回の。まさか1着ポールポジション取って、そのまま1着でゴールと。鈴鹿サーキット、いやーマジ嬉しい。来たねー。クラスも多分低いだろうけどさ、いや嬉しいよ。こんな下手くそなエンジョイ勢でも、エンジョイ勢のマキオさんが1位になれることがあるの。さす、ハローレビン最高。やー優勝、ポールポジション、ファンタスティックトラップ、クリーンレース、イエーイ、センキュー、マキオさんグッジョブ。いや嬉しいな。ちょっともうちょっと、イエーイ。いや嬉しい、カローラ・レヴィン。さえ、初の、うわ、300万もらっちゃった。初の1着を取れました。はい、そして、デイリーのノルマも 41.195 キロ、あ、走りましたと。チケットゲット。いや、ボケーっと今日な、とりあえず録画ボタン押しとこうと思って押しただけなんですけどね。これはちょっと動画アップしちゃおうかな、編集して。
いやちょっとリプレイ保存しとこう。さあ、ということで、まあ、チケット1個手に入れたんでね、今日。初めてデイリーちゃんとやったな。ギフトね。はい。じゃあちょっと引いていきましょう。まあお金が当たるだけなんでしょう。おサスペンション当たった。フルカスタマイズ適合車 KTM 230万だよこれ。やったぜ、ありがとうございます。ついでにこのカローラレベン豆腐店にしようかな。86じゃないかこれ。カローラレベンか、これ86なのかな。なんか種類があるよね、豆腐屋さん用なのかな。カローラレベン、あ AE86 か、 AE86 だね。いやー嬉しいわー、マジで嬉しい。さっきのいや震えたね。まさかポールポジション取ってるとは思わんし、いつも下位なのに。この時間帯人が少ないね。やっぱ平日はもう仕事から帰ってみんな寝るよね。年齢層高いからね、大体ね。これやって。しかも、優勝できるとはな、嬉しいな。できて、イニシャルデイ。ちょっと黒すぎるな、これ。盤面がね。ピカピカしすぎではない、これ。